ていうようなことを喋るのは別にまあある程度構いませんけれども、関係ないことをまあ喋りたくなった、どんな理由か知りませんけれども、っていうんであれば、まあ、5分間でも外行って喋ってもください。別に出て行ったからといってだから咎めません。お前の単位はやらんとかそんなこと言いませんから。同じ理由で、携帯とか電話を取るなとも言いませんが、中では鳴らさない。せめてバイブにしといて、鳴ったら外で喋ってください。いいですね。はい、ですから、あと、まあ、事業の性質が性質ですから、まあ、人によっては、例えば携帯とか、PC とか持ってきてですね、ネットつないでみたいとかですね、そういうふうな用途が、需要があるかもしれませんけども、それも構いません。うるさくしない限りは、例えば携帯でウェブで何か検索するとかですね、そういうのしてもらっても、私は特にそういうのは何も気にしませんので、やってもらって結構です。それが授業の理解につながるんであれば、むしろ積極的にやってもらった方がいいぐらいです。ただ、しつこいようですけども、これは授業するための場所ですから、授業に関係ないネットをするとかですね、ネットゲームしたいとかっていうんであれば、やっぱりそれは外で行って、一階の裏ラウンジとか行ってやってください。っていうのがお願いですね。あと、まあ、今日は快適だからいいんですけども、だんだん夏になってくると、エアコンがここはまあかかるはずだから大丈夫なんとは思うんですけども、暑くなってきたりとか、そういうのあります。で、そうすると、まあ、まあ、そういうことについては、随時調整してもらって結構です。ここ多分夏になると個別空調になるので大丈夫だと思いますけども。で、あとは、まあ、最初のうちは緊張感があっていいんですけども、行かない1年生といえども、ね、3、4回目ぐらいになると、やっぱまあ、クラブ活動に身が入りすぎたとかですね、何に身が入っているのかわかりませんけども、まあ、思わずこう集中力が切れてしまう人もいます。で、そういう人は、まあ、やむを得なく落ちた場合は、まあ、特には咎めませんけども、まあ、最初からもう出てもしょうがないっていう場合は、出てもらわなくて結構です。だからさっきも言いましたように、小テスト必須ってわけではありませんので、集中力の切れた人がだらだらとこの部屋にいる方が、周りに悪い伝染をしますから、そういう、もう、ダメだ、俺は、と思ったときは、まあ、アンケートだけでも答えていくっていうのは、まあ、それはいいですけども、まあ、半分ぐらい出て、やっぱダメだと思ったら、それはもう出てって、アウトでも構いません。で、それでもアンケート出してもらっても、それは構いません。なので、まあ、基本的には、ぶっちゃけで言うと、まあ、皆さんのことを大人だと思っているということですね。ですから、大変とかするぐらいだったら、自分で来て、途中退出してもらった方が、本人のためです。何よりも。ね、で、この単位、必須ですけども、情報処理は工学システム学類では、必須の、科目ですから、要するにこれ勉強しとかないと、後で誰に不利益になるかっていうと、私ではなくて皆さんに不利益になります。どんどんついていけなくなってしまう。ですから、授業をサボるのは構いませんけども、サボったものは基本的に自分に跳ね返ると思って、まあ、そこを感情に入れて、自分で行動をしてください。3年生ぐらいになって泣き疲れてももうあまりどうしようもないので、1年生の今の時点では意外に差はついてないんですけども、やっぱ2年ぐらい経つと結構差がついてきます。やっぱ真面目にやってる人と、手抜いてしまった人はですね、変わってくるんで、そういうことのないようにできるだけしてください。で、アンケート、すいません。で、アンケートの漢字のこっちか言うの忘れてましたけども、で、アンケートについては、これ、高校の情報、がもう、施行されて何年にもなるので、もうそろそろ今年か来年ぐらいでいらないかなと思っているんですが、情報の内容についてですね、どんな内容を習ったかっていうのを聞きたいということです。で、A、B、C がどれかすらもうよくわからんという人も多分受けてるときは、そこまで意識しなかったっていう人もいると思うんですけど、わからないときはもうわからないで、情報の何かでいいです。で、基本的には A が、情報の入門編、B が情報の割合上級編、C はちょっと、別のですね、文化系っていうと語弊はありますけれども、その、情報の技術そのものよりは情報と社会との関わりを中心に教えるっていう科目です。で、まあ、どの学校で何を教えてるかはその学校の方針にもよるので、我々は何とも言え、わからないので、まあ、こういうアンケートを取ってっていうことですね。あと、まあ、3、4、5、6は、まあ、その通りのことについて、書いてください。で、終わったらここに出してください。で、これはスキャンするので、出すときに頭の向きをできるだけ揃えて出してください。
で、これは、情報処理の、まあ、授業の一環と言うこともないんですが、ちょっと、まあ、今年からいろいろ混乱もあるかもしれないんで、特に念押しをしておきます。で、皆さんは大学に入って大学のメールアカウントが使える、メールを知らんっていう人を、あ、まあ、一応聞こうか。電子メールを私は使ったことがない。いない。ああ、そうだろうな。はい。じゃあいいです。メールが何かの説明は申しません。で、2種類のメールアカウントが大学から皆さんには配布されます。一つは、ここの大学生である限り全員、これは教員も含めて全員に与えられるっていう、これ実は新しいシステムです。去年ぐらいからまともに使い出した。で、こちらの方は、どこで配ってあるのかちょっと覚えてないですけども、全学共通認証システムという名前で、共通教育システムっていうのが大学の10何箇所にあるんですけども、そこで使えるためのアカウントです。で、まあ、ものとしては学籍番号9桁の下7桁の頭に S がつく。だから S123456 7とかね、メールアドレス的には@newtsukuba.ac.jp。だからこれは大戦の人だろうが、1学の人だろうが、3学の人だろうが、みんな先生だろうが持ってる。先生はちょっと UT になるんですけども、持ってるというものです。で、これは、これで使うんですけども、皆さんは工学システム学類で、工学システム学類は別にですね、専門教育システムっていうのを持ってます。具体的には、L 等5回の計算機システム、お礼の最後に、ユーザー名とパスワード入れてって言ってた方がこちらです。ですから2つあるので、どっちがどっちか、混乱しないように。で、こちらは後ろが、だから、イニシュスって入るのがまあポイントですね。レディオイニシュスっていうのが入ります。で、まあ、授業によっては、多くの授業は大体こちらを使うと思います、まだ。こちらはなんせ今年からまともに使い始めたんで、先生の方もなかなかいろいろ慣れてないっていうのがありますから、こちらは使われることの方が多いと思うんで、気をつけてください。ただ、事務からの、ややこしいのは、大学の事務からの公式連絡はもうこちらから流すというふうにルールが決まったので、講師室の授業関係はこの辺使われることは多いんですけれども、事務連絡はまあこちらの方を使うことが多いっていうんで、両方皆さん悪いんですけども、メールが届くようにしておいてください。で、どちらもウェブメール、ウェブの上で URL 叩くと、そこからメールが読み書きできるようになってますから、ちょっと字薄いですけども、まあ、ここに出してありますけども、これもなんか後日、そのファイルアップした時に見えますから、そこで見て確認をしておいてください。必ずログインしてメールが見れるようにしておいてください。であと、どちらのシステム、これは L 等5回だけ、こちらからは全額どこでもですけども、印刷もできますが、1年1200枚まで、1人頭。ですから、まあ、こっち1200枚、こっち1200枚なんで、そういう意味では、まあ、1年間2400枚。まあ、たくさんあるじゃないかって話はありますけども、例えばレポートを出すときも、このうちに入りますから、むやみに試し打ちをやってると、あれってこう、2学期の終わりぐらいですね、枚数制限引っかかって出せなくなっちゃうとか、なりかねませんので、サークルとか、実は、だから用途は限定してないんで、サークルで使おうが何し、個人の趣味で何か印刷しようが構わないんですけども、あんまり出してると、えらい目に遭う、ということがありますから、まあ、利用はある程度計画的に。ちなみに1200枚は普通の人は全く使い切りません。なので、普通は心配いらないです。ただ、コピー機代わりに使うような人がいると、その人は、どうかなるかもしれません。で、まあ、これは授業の紹介ですけど、まあ、ちょっと、思ったより押してるのでもいいかな。まあ、こういうコンピューター関係のいろんなことをやってみたいという、まあ、近未来マルチメディア2009っていうのを私はシェアリングをやってるんですけども、こちらが昨日の夕方1回目のガイダンスを やったんですが、まあ、来週もう1回やりますので、IT 関係の、システム作りとかにですね、興味のある人、は、まあ、覗いてみてください。あと、まあ、スライダー用紙ないんですけども、まあ、これと似たような中では、シラバス見ればわかりますけども、ロボコンですね。と、あと、コンデンツ、2009っていうのと、3つありますんで、まあ、まあ、どれがいいかっていうのはなかなか、その人にもよるとは思うんですけども、まあ、いろいろ覗いてみて、これはと思うものがあれば、ぜひ、参加してもらってください。ちなみにこの手の授業がこんなにあるのは珍しいです。学内で講師数ぐらい。情報の方でもここまでいろいろあるのはあんまりないので、そういう意味では皆さん恵まれている方ですね。実際はこちらとかですね、コンテンツ工学とか、方とか